こんにちはまあ国防に関してまたねお話をしてくれということだったんで、えーまあ、ここでまた伝えさせていただきますけども、まあ、日本を守るるためには強力なな武装をすししかないでしょうね、うん、残念ながら原始時代暴力で人々を支配してそして略奪をしたりとかねそれによって自分の暮らしを成り立たせた先祖とあんまり私たち変わってないんですよ。 で一部の方は文化的に知恵で生きていけるようになりましたけども、やっぱりね、国単位で見ると、人の国や人の土地や人の人権を奪って私腹を肥やそうとしているロシアとか中国とか北朝鮮みたいなところはなくならないわけですよね。まあ韓国もそうかもしれませんけども、まあそういった国がなくならない以上、我が国としては傍若無人なジョーカーみたいな、あもう話の通じない人間からね、国を守る体制を取るしかないんですよ。 話が通じる人には対話でいいでしょう。でも、うん、暴力でしか話を聞いてくれない人、拳でしか分かってくれない人には、こっちもそれなりの、うん、暴力を持つしかないでしょうね。でもこの暴力ってのは、侵略のためではなくて、防衛のための暴力ですよ。ね、えー、やっぱりね、こちらから攻撃する意図がなくても、降りかかる火の粉ってのはどうすればいいかってことなんですよ。そのまま喋り続けて焼き死ぬのか、それともそれを払うのかですよね。払う程度ですよ。 で、向こうからパンチが飛んできてね、防御の方法を知らなければやられるだけじゃないですかで暴力によって人の言うことを聞かせようとか自分の思い通りにしようっていう人がいる限りはその暴力が通用ししなないいってこととを分かからせるしかないと思うんですよ。その顕著な例が核を持ってる国が持ってない国に対していざなったら撃ちますよみたいなロシアみたいな国があるわけですよねで、しかもひどいのはウクライナっていうのは核を放棄して持っていたのにやめたんですよ それをいいことにね、ウクライナを攻めるっていうのは、これは、まあ、ロシアの人たちがねそれに全員が賛同してるとは言いませんけどもでも国の意思とししててはそれに従属してるわけですよね。まあ、今回の侵略戦争は許せないと思うんだったら全員がロシアって国を出るぐらいの覚悟があればいいんですけどもただその人数ってのは多いと言ってもまだね数十万人にぎない。 まあ日本ならまだしも陸続きの国から出していかないってことは人の国を侵略して日々人が死んでいる中でもまあ自分はなんとか生きていけるからってことで見過ごしている人たちなんじゃないかなと思うんですよ、まあ、今回のロシアの例を出さなくてもね、うん、やっぱ守るためには何かの防衛力が必要でしょう知恵で守れる人は知恵対話で守られる人は守る、うん、そのための 対話力ですよねそれが人脈で守れる人は人脈で守ればいいでしょうけども何もない人が暴力によってしか守れないと思ったらやっぱり防御のための拳やキックを鍛えておくつまりは核武装して攻められなくしておくっていう方法が結局選択肢として残されるんじゃないかなと思うんですよ。でねそれをおーもう通り一遍全部暴力ですよっていうふうに10人からげにしちゃって。 どんな暴力も認めないってことになると一つのね疑問に行き渡るんですよ。平和だけども一定人数平和だから人が死んでいく社会っての考えられますよね。まあ平和である以上は戦争は起きないんだけどもでも平和だからこそ起きる死ってのもあるわけですよ。もう完全に戦争を肯定するわけじゃないんだけどもでも。 まだ私たちは戦争をね抜け出せるほど知恵がないんじゃないかなと思いますよね特に仕掛ける戦争はしないまでも向こうからやってくる戦争がまだ残ってるってことは少なくとも防衛のための軍備は持たなくてはいけないんじゃないかなと思いますよねそれがなんかね基地をやめろとかね自衛隊をもう放棄するとかね憲法九条だとか言って寝言を言ってる人がいるんですけどもまあそういう人は ぜひねあのー、そういった世界に行けばいいと思うんですよ、うん、ちょっとそんなに簡単なもんじゃないんじゃないかなと思いますもちろんいずれそうなればいいと思いますよ、うん、それこそ完全なる非暴力ねそれは自分以外の人も完全なる非暴力があればそれは成り立ちますけども100人中1人でも暴力を使う人がいる限りはその暴力に一方的にやられるっていうことになっちゃいますので何かしかの対抗手段を持たないといけないでしょうね つまりは小打に対して交差法とか構えとか受けとかね、うん、クロスカウンターでも食らわせないといけないんじゃないですか少なくともやったらやられるなっていう風に思わせればやってこないってことになりますしそこで力の拮抗は保てるんではないかなと思いますよね。そのぐらいかな、うん、今言えるのはまた別の考えが浮かんできたらお話ししましょう。